エルリヒハイムはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地域及びシュトットガルト大都市圏に含まれる。この町にはエルリヒハイム地区以外に含まれる集落はない。エルリヒハイムはネッカーボン地西部シュトロムベルクの東主脈の麓バウムバッハ川の支流エンスバッハ上流ブサガンの平らなく墓地に位置している。 バウムバフハ川は、東の町の近くでネッカー川に注いでいる。南東に位置する、群長所在地、ルートビヒスブルク、北東に位置するハイルブロンは、いずれも、直線距離で、約16キロメートルの場所にある。エルリヒハイムは、北西から北を回って、東までベニヒハイムと境を接している。南東から南にかけては、レヒガウ、南西は、フロイデンタールと接している。 これらはいずれもルートビヒスブルク軍に属している。エルリヒハイムは、シュトロムベルクホイヒエルベルク自然公園内にあり、ベニヒハイム、エルリヒハイム、フロイデンタール、レヒガウ、クラインザクセンハイムにまたがるシュトロムベルクの、シムヤク警官保護区、バウムバフハタール警官保護区、シュトロムベルク生息地指令地区、シュトロムベルク鳥類保護区の一部を有している。この他に、 エルリヒハイムには3つの自然文化財がある。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。1648年頃にアンドレアス・キーザーによって描かれたエルリヒハイム。エルリヒハイムはロルシュ文書中に793年に初めて記録されている。中世世紀にはマーゲンハイム家が土地を所有していた。隣のベニヒハイムと同様に、 1388年に集落の共同相続が始まった。ザクセンハイムやナイペルク家、リーベンシュタイン家、ゲルリンゲン家がエルリンゲンの共同所有者であった。エルリンゲンは1785年にビュルテンベルク公領となり、オーバーアームとベジヒハイムに属した。1822年に独立した自治体となり、1938年のオーバーアームと廃止に伴って、 ルートビヒスブルク軍に属した。第二次世界大戦では、フランス軍が1945年4月8日にエルリンゲンに進軍してきた。戦後は155人の難民や追放された人を、主に新興住宅地アイヒエルトに受け入れた。これ以外の新興住宅地としては、ヒンターデム、ドルフ、シュメルバッハ、ローゼンフェルト、エンスバッハ、ブラッドビーゼン、クルエッカー、ビンターライン2がある。 各時点の長域における人口を示す。数値は推定値、人口調査結果、バーデンビュルテンベルク州統計局の公的研究結果に基づいている。ヨハネス教会エルリヒハイムは、16世紀の宗教改革の影響で、主に福音主義が根付いている。町の中心部のヨハネス教会は、精神的のみならず、建築技術上もこの町を形作っている。 福音主義教会の他に自由キリスト教会もこの町にある。少数のカトリック信者はベニヒハイムのローマイコールカトリック教会に帰依している。エルリヒハイムの町役場この町の町議会議員は十二議席である。町議会の議長は町長が務める。町長は町議会において投票権を有している。町の紋章は銀字で根を張った緑の藩の木が描かれている。 その幹には顔のついた赤い月が上向きに取り付けられている。町の旗は緑から白である。この町の紋章と旗は1980年4月8日に認可された。エルリヒハイムはザクセン州オーバーラウジッツの町マルカースドルフと2001年から姉妹自治体協定を結んでいる。両者はそれ以前の1990年から継続的に交流を深めていた。 球場役場、エルリンゲン・バインカツェルからの長望エルリヒハイマー、キルシュベルクのバインカンツェルからは、天気の良い日には、ホイヒエルベルクから、シュールバルトに至るパノラマが、眼下に広がる。エルリヒハイムでは、今日でも農業が重要な役割を担っている。町の面積の60%以上が、農業に利用されている。40%以上が、ブドウ畑であり、ブラウアーポルトギーザー。 木のニへ、ブラウフレンキッシュが主要な栽培種である。この他に約30ヘクタールの果樹園がある。約1200本の西洋実桜の木がまとまってある。エルリンゲンの桜は天気の良い日は1000人以上の見物客を集める。エルリンゲンには幼稚園1園と基礎家庭学校1校がある。本家庭学校や上級の学校はベニヒハイムにある。エルリンゲンの生徒には ベージヒハイムやビーティヒハイムビシンゲンの上級学校へ進学する者も,もいる。この町の電力網はエンベベイで異業なる AG が運営している。ガス網はシュタットベルケビーティヒハイムビシンゲン GMBH が管理している。上水道はベジヒハイム水供給グループが提供している。人海処理はルートビヒスブルク郡の100%個会社の ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ありがとうございます。